はじめまして、スパイラルライフの車谷です。こんにちは、スパイラルライフの石田です。私たちスパイラルライフ、まあ、初めましてなんですけども、はい、デビュー前にしてですね、ファンクラブなどを結成していただいたということで、はい、ね、本当にお金もなければ機材もない、うん、何もないとこから始まったスパイラルライフ、うん、事務所もなければ事務所だけが頼りだった、ね、もうレコード会社と契約したのもつい最近だし、事務所もないし、な、裸一貫のポップスバンド。本当にプロになると思ってた？俺はもちろん。ということでですね、ファンクラブを結成していただいたということで、ありがたいということなんですけども、ファンクラブ名がですね、うん、SPY です。 SPY、はい、ということなんですけど、じゃあ石田先生の方からその、はい、由来と言いますかね、うん、スパイというのはまあ、サイケって何、サイケな、ええ、スパイラルのサイケのお庭にみんな集まれと、ええ、スパイラルサイケデリックヤーズとなんですけれども、なんかさ、スパイラルライフとか言うさ、うん、略してスパライとかさ言うやついそうじゃん、うん、なんかスパライ絶対いそうだよね、スパライ、うん、それなんかダセーからさ、うん、どうせだったらスパイとかの方がいいよね、スパイとかさ発想から、うん、それもじってみようかと、うん、SL とはよく言われますけど、ね、SL ってスロートレインとか言われることもあるんだけど、ということでその説明があった通りですね、スパイラルサイケディックヤーズということで SPY スパイなんですけれども、ですね、でこれからファンクラブでやりたいこととかですね、うん、こんなファンクラブにしたいなんていうことを、じゃあ石田社長の方から。 DJ イベントなんかいいですね、どっかさ、うん、クラブ借りてさ、うんですね、また俺っちが古い皿ばっか回してさ、うん、皆さんにモンキーダンスかなんかをですね、うんうん、踊っていただくと、そうだね、いいですよね、いいよね、そういうのがやりたいですね、うん、あとは何でしょうね、あとは何だろうな、まあこれからいっぱい企画したいと思ってるんですが、今のところなかなかですね、スパイラルライフもおかげさまで忙しくてですね、なんかね、レコーディング発売前に早くもセカンドシングルとかですね、マキシシングルのそういうレコーディングをやらせてもらったりとかですね、取材なんかもおかげさまでいろいろ入ってまして、でラジオに出させてもらったりとかですね、うん、なかなか忙しくてですね、結構あるんだよね、なんかそうびっくりしちゃうよ、おかげさまで、ね、で挙句の果てにファンクラブ結成なんて、そう結構な数の方が応募してくれてるらしくて本当ありがたいんですけれども、そうですね、今後おいおい、うん、まあいろんなね、うん、ファンクラブの方だけのなんかそういう特典になるようなね、うん、面白いこと企画したりなんかしたいなと思ってるんですけれども、うんうん、で、まあそもそもスパイラルライフとはですね、なんぞやというなんぞややりたいこととかですね、まあそんなようなことを話したいなと思うんですけれども、まあ要するに、まあそう、9月の1日にですね、1993年の、9月1日にですね、アルバム Farther Along と、シングル Another Day Another Night という、その同時発売のですね2つのお皿で、まあ、デビューということなんですけれども、まあそれを聞いていただければね、大体の今までの音楽性というかこのスパイラルの音楽性は分かると思うんですが、うん、ポップかつちょいと抑えてかつ、うん、フォークかつ、うん、ちょいとそういうアシッドな匂いも C の美しいコーラスラインが絡んでくるこの2人のハーモニー、良いですね、良いですね、うん、自分で言うけど、うん、良いですね、うんうん、ということなんですけど、うん、まあそういう、まあ口で言うとなんかやぼったいような感じするけど、まあとにかくまだまさかね、ファンクラブに入ってない方は聞いていないなんていう不届き者はまずおらんと思うんですけど、普通はね、うん、まあ友達なんかにもねちょっと宣伝して、うん、僕らにも楽させていただきたいなと、ね、そうだね、まあ僕らの音楽がね、うん、少しでも広がれば、ええ、日本の音楽界もまた少しは良くなるだろう、大きく出た相変わらずこういうね、なんだかね、うん、こじらくさい、どうも、うん、ね、他のいろんなとこ行くとどうも僕なんか特に怖がられるんですよ、ほうよくほう、ね、まあいいんですけど、まあ生意気なんですけども、うん、一つ可愛いとこもあるんで今後末永く応援していただきたいなと思ってるんですけども、ちょっとこじらくさいけど ね、まあ、ね、そこは長い目で見てて、ね、愛情の裏返しということでですね、可愛いもんじゃんか、うん、25にもなってということでですね、
あとはですね、なんだろう、ライブなんかもね、うん、あのそれなりに、それなりに言っちゃいけないね、そう、ちゃんとちゃんとちゃんと、あの結構定期的にというか、うん、やっていきたいなと思ってまして、まあとりあえず9月にクワトロで、クワトロのクラブサーキットがあるというか、うん、あったというか、まあ、うん、でその後年末なんかにもね、うん、ホールなんかでもできたらいいなと、まあこれは現時点でまだ希望だけどね、終わってないってね、クワトロの方もまだ終わってないんですけど、希望的観測で、やれたらいいなと、うん、やっていきたいなと思ってますし、うん、なおかつその倍ぐらいレコーディングもやりたいなと、その割には曲がねえなっていうのがね、詞を書き上げるのが遅いなとかね、ちょっとレコーディング1枚作ってから曲を書くのがたるんでるとかね、いいじゃないか、いろいろあるんですけど、ね、要するにこうのらりくらりとですね、あの気負いがないね、スパイダーね、そう、なんか舐めてるよね、うん、なんただただやりすぎてない最近、まあいいか、僕はね、うん、違うよ結構、そう、うん、結構意外な、うん、ピシッとやってるんだけどね、うん、要するにあの肩の力が抜けてると、うん、うん、何の気負いもないしね、首の力まで抜けてるようだけどね、うん、なんかこうで自然とこう湧き上がってくるメロディーとですね、うん、詩とですね、うん、これでこのスパイラルの世界を築き上げてるわけなんですけど、うん、まあなんですから好きなミュージシャンなんかをじゃあスラスラと、好きなミュージシャンね、うん、なんか曲が流れてくるともう終わりです、終わりなのかしら、うん、じゃあまあ要するにその辺を踏まえつつ、うん、あの好きな音楽とかですね、うん、今後のスパイラルの展望なんかをちょっと語っていただけると、うん、なんかさ細かいジャンル分けなんかどうでもいいんだよね、うん、そうそうそう、大きなさ一つかみギュッっていう枠でさ、そう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 、あのシーンを把握できるような、うん、トータル的ないいポップス、うんうん、ですね、やりたいよね、そう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 、だからもうめんどくさいね、ロックだポップスだ、なんかこれがジャズだヘビメタだうんたらとかさ、うん、今ジャズやってらとりあえずかっこいいよとか、そう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 、もうめんどくさいからね、10年後でも聴けないとね、やっぱそうそうそうダメじゃんみたいなさ、そうそうそう、まさにその通りでね、まあこの2人のまあ今喋ってる声は全然違うんですけどね、歌う時と、うん、2人の声質から生まれるこのハーモニーとそのね、うん、浮遊感とか透明感とかその絶対的な存在感さえあれば、うん、でなおかつその美しい2人の生み出すメロディーとですね、そういうものがあれば何をやってもスパイラルライフになるということなんでね、あのとにかくいろいろ音楽を使ってですね、うん、遊んでいきたいなと、そう、音楽を使って遊ぶ、なおかつそういう文化的なことをですね、他にも音楽に限らずいろいろ想像していきたいなと、なんか結構さ文化で世間かき回したいなとかさ、うんうんうん、なんかおちょくりたいじゃん、うん、結構そうですね、僕も25ぐらいになったらいきなり衆議院選出てるかもしれないね、本当にということでですね、そろそろ、終わりなんですけれども、うん、なんかどうです、ファ、ね、ンクラブのじゃあ皆さんに、はい、せっかく入っていただいたんで、はい、メッセージなんぞ一言、これからもね、ええ、こんな小じゃらくさい僕たちですが、ええ、うん、よろしくどうぞ、 長い目でね、そうですね、それとあの僕ちょっと鼻が悪くて困ってるんで、いい薬があったら紹介してください慢性鼻炎で悩んでるのでということでですね、まあスパイラルライフ今後なんか10年後ぐらいにでもですね、こうやってのらりくらりとなんか音楽とかですね、その他さっき言ったようなことを文化的なことであるなんであるのらりくらりとやってそうな気がするんでね、うん、あの一つ長い目で見てやっていただいて、うん、あのなおかつあの友達とかにもですね、こういう変なやつらがいるよっていうのをどんどん宣伝してもらってね、あのみんなでなんかそういう楽しいことやってたらいいなっていう感じなんでですね、一つよろしくお願いいたしますと、お願いいたしますと、というわけで、はい、またの機会に、はい、まあライブの時にでもお会いしましょう、お会いしましょう、スパイラルライブでした、どうもさようなら。Yeah.
Oh, you